まあ、このまだハードロックとかメタルと言われる音楽とはまた別個で、まあ、こういうやつって神様をイメージしたりする曲が多い。ジャケットとかもみんなこう天使とかあ、なんか宇宙とかスピリチュアルとかなんかこう飛んでるよね。飛んでる感じ精神が。的にもちょっと飛んでたり、ハイなところもあるやろうしね、実際。まあ、実際さ、こう音楽的にもその荘厳な、こう要はパワーコードって言って1度と5度だけ弾くやんか。いわゆるグレゴリア聖歌と同じ音遣いするわけですよ。だからやっぱこう教会音楽にちょっと近く聞こえるというか、精神性があるよね。あれよね。だからそういう意味では、俺もこういう、なんかその、スモーク・オン・ザ・ウォーターっていうのは、なんかこう、なんか神話の中からの一節なのかな、みたいな感じで考えてたんですが、実は全然違って。全然違う。私も今回これでいろいろ文献読んだらすごい面白かった。面白かった。いろんな、こしのかちょっもと。なんかもう超ボーナストラックやったっていうか、こうごくラストミニッツにレコーディングするののレコードに曲が足りひんからギリギリ作ったみたいな。なんか特管で作ったやろ？ 歌詞もだからその時に見たまま、そのまま作ってるみたいな。それが歌詞になってる。だからその時見たものが歌詞になってるみたいなね。それを紐解いていきたいと思います。やっていきましょう。黒田和之です。深尾太鼓さんです。よろしくお願いはしい、こんにちます。は。今日はですね、もうロックの王道中の王道、ブリティッシュロックっていうのかな、1970年代に、流行った、皆さんよくご存知のディープパープルとかレッド・ツェッペリンとかとクリームとかっていうのは、まあ、三大ブリティッシュロックって僕は教わったけどね。クリームってエリック・クラプトンのいたバンドですが、このスモーク・オン・ザ・ウォーターの歌詞を僕は前からこう前ちょっと調べてて、なんかこうイメージ的にはさ、こうなんか水の上の煙やから、ま、心の中の何かかなって すご思っい、てたんスやピけリど、チュアルな。そう思わんかった。どういう印象？ギターのリフしか思いつかんかった。で、まあ、あれだけで、やろ、これって。もうそれとこのスモークオンザウォーターがどう結びつくのかなんか考えたことがなかった。だったらって、あれまんまブルーノートだからさ。私だからほんまブルースって感じのイメージでやってるんですが、なんかこう、まあいわゆるそのこう黒人がやってたこうそのブルースっていうのは、だんだんこうポップスになっていく時は、俺はイメージ的にはモータウンレベルがものすごいそういうこう洗練された感じのこうブルースに変わっていくのに対して、こういうこうイギリスの人たちがそれをこうブルースを取り入れて、なんかこう料理した感じのスタイルが、僕はブリティッシュロックみたいなイメージかなって思ってるんだけど、僕はちょうどこのバンドを始めた時に、もう一番最初にやったこう海外の曲って言ったら、もうディープパープルの曲だったので、そうですか。そっからですか。そっからですよ。高校生とか中学生とか。もう高校生の時にバンバンやりましたね。なのでそういう意味ではもうほんまに、その時ドラムでしょ？ドラムドラム、どんな髪型やったの？髪型まだ高校生やったから普通やったんちゃうか。普通やった？本当、ライブとかしてた？ライブは文化祭に出るためにこの曲やったんよ。で、こんな曲あるんやみたいな感じで、みたいな感じでやったんやけど、そう、文化祭のためにやって、で大学になって、それがあまりにも痛く楽しかったんで、大学に行った時に入ったと。で、大学の時は髪の毛がまあロン毛で金髪やったかな。出た。この辺にその時の写真が出るんやろ、その時。出そうで、ないかもな。ロン毛のやつはあるねんけど、まあこのまだハードロックとかメタルと言われる音楽とはまた別個で、まあこういうやつって神様をイメージしたりする曲が多い。ジャケットとかもみんなこう天使とかなんか宇宙とかスピリチュアルとかなんかこう飛んでるよね。飛んでる感じ精が。神的にもちょっと飛んでたり、ハイなところもあるやろうしね、実際。
まあ、実際さこう音楽的にもその荘厳なこう要はパワーコードって言って1度と5度だけ弾くやんか、うんうん、いわゆるグレゴリア聖歌と同じ音使いするわけですよ、うんうん、だからやっぱこう教会音楽にちょっと近く聞こえる、うん、精神性があるよね、まあ、あれよね。だから、うん、そういう意味では俺もこういうなんかそのスモークオンザウォーターっていうのはなんかこうなんか神話の中からの一節なのかなみたいな感じで考えてたんですが、実は全然違って、全然違う。私も今回これであのいろいろ文献読んだらすごい面白かった。面白かった。うん、いろんなこのしかもなんかあのもう超ボーナストラックやったっていうか、こうごくラストミニッツにあのレコーディングするののレコードに曲が足りひんからギリギリ作ったみたいな、うん、なんか特感で作ったやろ。歌詞もだからその時に見たままそのまま、そう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 、それが歌詞になってる、だからその時見たものが歌詞になってるみたいなね、うん、それを紐解いていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、はい、じゃあスモークオンザウォーターの最初をここら辺からもうね、バースね、タイちゃん発音してくれた方が絶対 We all そうそう We all came out to Montreal。 モントルールね、モントレーね、モントレー、俺らモントルールって言うけどモントルールジャズフェスとか言ったらモントレー、モントルールだよね。うん、あのまあジャズフェスで有名な場所ですが、うん、モントルールジャズフェスティバル、スイスだよね。まああのモントルールのとこに来てたと。そうそうそう、やってきて On the Lake Geneva、うん、これがでジェニーバのショアラインなんだけど、うん、レイクジェニーバっていうのはジュネーブ港なんだけど、うん、なんか日本語の地図やったらなんかレマン湖って言うんで、なんか現地の言葉ではラ・レマンみたいなそんなんらしいから、うん、まあ、なんせモントルの湖 の、 あのそばにある会場やな、うん、その辺に行ったと。ジュネーブって俺らもよう言うもんな、うんうんうん、でもジェノバ、ジェノバ、ジェニーバーっていうのがにカタカナで言うとジュネーブ、ね、あージュネーブ、ジュネーブ、そう英語表記ではだからジュネーブ語って書くこともあるけど、うん、なんかレマン語って書いてるのもあった、うん、レマン語って書いてあるのもある、うんうん、で場所やな、まあ、でそこに to make records with a mobile、うん、これなんややねんけど、うん、演奏してなんていうのレコーディング to make records っていうのはレコーディングするってこと、レコーディングってことやな、うん、そうね、with a mobile なんじゃこれなんやけど、うん、全部を読んで理解したらあの移動式のトラックに積んだ機材、レコーディング機材、しかもこれ、うん、レコーディング機材やな、積んで、そうだからそうモバイルのトラックのに積んだ機材でレコードを作るためにモントルーにやってきて、あのその湖のほとりにいると、うんうんうん、あの時間はあんまりなかった、うん、We didn't have much time、ね、うん、これが設定やな、その場面の、うん、場面の設定ですね。うん、バース1って書いてある、これがだから要はあのポップスでいう A メロなんやな、 A メロ、ふんふんふん、うん、ジャズの場合はここに勝手に書くけど、ジャズってバースってこう結局メロディの手前にある、手前やな、なんか曲をなんか説明するみたいな、うん、でなんか A メロと B メロっていうのがあって、だいたいメロディが AABA になってるからこういう風になってるやん。でそのここの AABA のことを俺らはコーラスって言うやん、うんうんうん、コーラス、これで合ってる、合ってる合ってる、合ってるね。で B のところを俺らはブリッジって言うよね、この、うん、そうだね、こういう B がブリッジでよかったねみたいな。でそのあの原大力さんっていうドラマーがもう素晴らしい大好きなドラマーがいらっしゃるんですけど、うん、あのもう今でも東京でバンバン活躍されてて、もう大好きな大先輩なんですけど、その彼はあのラサール高校出身でですね、めちゃくちゃ頭いい人なんだけど、海外に行ってこのサビというのは、サビというのは海外で通じてたから、サビは英語やと、サビっていうの、そうで、うん、ずっとこうどこからやるのってフロムサビ、フロムサビって言ってたらフロムザビーって聞こえてたみたいで、おー、はい、フロムザビーフロムザ結局サビはだから英語じゃなかった、そうそうそう、ずっと英語やって言い張ってたんやけど、まあ、なんかいろいろ探、要はいろいろ聞いてみるとフロムサビって言ってたらフロムザビーでちょうどサビとザビーが当たってて、あのサビが英語のはずで英語で通じてたって言ってたけど、もう力渡って通じてはったみたいな感じ、
でポップスの場合は A メロのことをポップスって皆さんカラオケやると A メロ B メロサビっていうのがあるじゃないですか。大体ね、歌い出しがあって歌い出しのことをバースって言うんですよ。で B メロは置いといて A メロとサビしかない曲があるわけですね。サビしかない曲があって、で、この曲もそうやね、 A メロとサビしかないから、だからバースとここのことをサビのことをコーラスって言うんですよ。で B メロのことをブリッジっていうのね、あるとそのバースとコーラスをつなぐ、こうちょっとつなぐセクションがある時もあるよね。だからポップス系の人と仕事やるとこうあのブリッジからっていうと俺らは C がブリッジと思うわけや、サビイコール、うん、俺らはサビが盛り上がってるところな。そう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 、 B メロのところサビって思うから、だから俺らは B メロから始めるんやけど、あのポップスの人はあのコーラスのこの C のとこから始めるだ、まあこの辺の違いがあって、だからこれちょうど書いてくれて、なんでバースって言ってんやったら、なんか書いてあってんって言ってたけど、あ書いてあって、コピペしたところが書いてあった、ポップス英語のサイトから取ったけど、バース1やね、うん、うん、でここがまたバースが続き、バースの続きやんな、はい、But Frank Zappa and the Mothers がライブをコンサートしててん、うん、そうそうそう、このマザーズっていうのがフランク・ザッパのバンド名なの、バンド名、うん、フランク・ザッパとマザーズっていうのがあってみたいな、うん、were at the best place around、 なんかこのジャズフェスやったんかな、で多分いっぱい会場があって、その中で一番大きい会場にフランク・ザッパがいたんや、うん、うん、な、うん、一番ええところでやってたんやね、うん、みたいな、そう、 but some stupid with a flare gun、 だからなんかちょっとどっかのまあ行かれた人っていうバカっていう意味やねんけど、だからフレアガンっていうのはこうあのなんつうの照明弾って書いてるけどさ、そうだからあのピストルとかじゃなくて、どっちかっていうとこう場所を知らせてさ、うんうん、助けてくれみたいな、そういう時に使う銃な、うん、まあのろしみたいな感じの銃、そう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 、信号拳銃ってどこに書いてあったけど、まあ照明弾を撃ってって言ったのが分かりやすいかなと思って両方書いてみてんけど、を撃って、うんうん、多分そうあれじゃあの天井とかに当たったんかな、それで有名な有名な事件なんや、うん、結局はこのなんかあの精神的なあのこう神様のなんかこう神話から取ったとかじゃなくて、普通にただただ普通にしてのあそのとその日にあった事件やな、そうジュネーブ校でやっててみたいな、そうそうそう、コンサートがあって、でしかも時間なくて、だからこれでもう俺ら曲足りへんから、なんかこう一曲作ろうと最終的にあのそこに行き着く、あのまだそこまで行ってへんけど、うん、歌詞的にはな、まあまあ、でフランク・ザッパとマザーズがやってて、でそれがこのねサム・スチューピッドのサムっていうのは複数っていう意味じゃなくて、なんかこうスチューピッドなやつっていうイメージやな、そうそう、あいつみたいな感じやな、うん、サムやとだから特定してない感じで、なんかまあなんかなんとなくどっかのもうちょっと頭おかしいやつって感じ、感じやな、うん、やつって感じやな、なんかこうアメリカ行った時にさ、アホっていうのはさ、ついついこう俺らフールって教えてもらったけど、でもあんま使わんよね、うん、フールって歌詞あんまり使わんね、そうだね、スチューピッドとかイディオットって使うイメージがあるけど、そうやね、すごいけなしてるよね、そうね、イディオットの方がきついわー、きついね、まあ、どっちもきついけど、イディオットの方がきついかな、あーそうなんや、まあ、どっちもきついけどね、こう大阪と東京だと大阪人はアホって言われるとちょっと喜ぶやん、そうやね、あんまりあの痛くないまあアホやろって言ったら、歌おでもよくあの飛び交ってお恥ずかしいみたいな感じなんねんけどお前バカだろって言われたら結構怒るよね、みんな、そうやね、そうやね、だけど東京の人ってバカは結構いいんやけど、アホって言うと結構傷つくからそうね、もう地方性もあるからあるある、チューピッドとイディオもそこら辺あるんちゃうかななんか、人によってはスピードの方がきついとかあるかもね、自分のことはもうなんだ、もう自分のことアホっていう時になんかスティーピッドミーみたいなのもあるけどね、スティーピッドミーって言ったりするね、うんうんうん、なので、結構僕が最初にアメリカの行った時にこうフールって言うと何そのかしこまったなんか褒められてるみたいな感じがするみたいなことを言われて、普通はシューピッドとかイディオット使うぞって言われて、そうやな、っていう感じで立派なけなし言葉やな、そのかなりけなしてるではサビ、ここサビですね、コーラスの部分ですね、
そうね、smoke on the water。 これだから水面に、このウォーターはジュネーブ湖やろ。ジュネーブ湖やな、ジュネーブ湖のところの上にファイアインザスカイ、煙がわーっと、だからさっきの火事だよね。火事が、火があって、まあ、煙が上にあって、そう、水、煙のもう湖の上にわーっと煙がいって、でお空はもう炎で赤く染まったんじゃないの。ファイアインザスカイっていうのは見てたんだよ、このディープパープルのメンバーたちは、ね、だからそのコンサート会場にディープパープルもいたんだって、うん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 、いて、でそれで火事になって、まあ、どっかに避難して、でそこから見てたら湖上に煙がわーってなってて、お空にはもう日がこう赤、日が赤、空を赤く染めてたんじゃない。あ、そうやな、ほんまに。だからすごい、これ初めてこの歌詞した時にええー、みたいな。俺フランクザッパ大好きやからフランクザッパと同じ会場によってか、こんな事件のこと、あ、もうすごかったと思うよ。これは歴史的な事件やったね、うん、まあ、その事件をたまたまこう曲でボーナストラックで入れたみたいな、そう言ったら大ヒット、もう歴史的な大ヒットなあ、フランクザッパより有名になってしまったもんなあ、ほんと実際そうやんな。2番、They burned down the gambling house. The gambling house はまあカジノやな。あ、ギャンブル。だからその大きなカジノとかがコンサートの会場になることはあるから、そうやったよ。フランクザッパとアンザマザーズのコンサートがそこでカジノであって、それが燃え尽きちゃったと。And it died with an awful sound. これもなんか音、ひどい音を立てても崩れ落ちたよ。オーフルってひどいっていう意味もあるし、なんかこれもけなし言葉ですか？オーフル。アーフルはもうひどいってことやな。まあ、あの状況がひどい。最悪みたいな感じで使うときある。アーフルね、that's awful。そうやね。最悪。もうダイドってことはもう。もう建物、it は建物やろな。It died with an awful sound。死んだってことやもんな、だから。もう私は崩れ落ちたっていうふうに理解したけどね。うん、まあだからもう完全に崩壊してしまう。まあ崩壊したやな、そうそう。それいい言葉だね。もう it を完全にすごい音立てて、もうあの、うん、崩れ落ちてしまったっていう。そう、もう大火事になってね。それをずっと見てたんだね。And Funky Claude was running in and out。このファンキークロードさんは、うん、クロードノブスっていう名前で、うん、あのモントルジャズフェスのコープロデューサーなんだって。あのプロデューサーの上の。プロデューサーの一人で、そうね、その人がなんかみんなを、会場にいるみんなをすごい一生懸命誘導して避難させたんだって。うん、インアンドアウトやから、もう出たり入ったりしてる、走り回ってる。そうね、フランク、そう、ね、この人出たり入ったりして、こっち来い、こっち来い、それすごい大活躍したらしいよ、この人。うん、その状況も見てたんだよね。ファンキークラウドって、これはニックネームだよね、そのクロードさん。ファンキークラウドの。うん。was running in and out, in and out, pulling kids out the ground、うん。この kids っていうのは、まあ、だからフランクザッパのコンサートに行ってるのは年齢層が若かった。ああ、そうやね、若い子が多い。だからキッズっての本当に子供じゃなくて、うん、あの、若い人たちだな、うんうん、その会場に行ってた人たちをもう避難させた、引っ張り外に出したって感じ。そうやな、まあ、そういう言い方してるけど、ね、要するに誘導して避難させた、誘導した感じだな。もうこう掴んで投げるぐらいの感じだったかな、まあでもそういう表現をしたってことね。表現をしてるけど、普通にあの一生懸命誘導したんだ。ポチポチポチって言って感じでね。そう。あのサウンドとグラウンドとかさ、あの、あ、大事だ。そうかそうかさ、サウンドとグラウンドがこう、そう。こう韻踏んでたりとかするんで。うん、はい。When it was all over, when it all was over, だから全部の一通り落ち着いて、We had to find another place. この We は Deep Purple の僕たちだよね。僕たち Deep Purple のメンバーがね、うん。メンバーは他のとこ行かないかいかんと。カジノもう燃えちゃってるから。行かない、行かんって感じが差し迫った感じがね。Had to。そうね、We had to find。行かねばならなかった。うん、そう、探して違うところで探さなければいけなかった。そう、行けなかった。まあ他の場所に移ったっていうような感じで。うん、そう。But Swiss time was running out. これはつまり最初でさ、We didn't have much time って言ってるやん。要するにスイスに行ったのはスケジュール的に多分
タイトやったんやな、多分ね、だからスイスにいる時間もそんな長くないし、でこれでカジノ燃えちゃって、これおいおいどうしよう、カジノだからどこでレコーディングすんねんみたいなことになって、本当はそのカジノでレコーディングする予定だったんじゃない？ランアウトっていうのはあの使い果たしたみたいな感じだもんね。そう、なくなる、そう、そこをつくって感じ。スイスでいる時間がもうそこで使い果たしてしまったみたいな感じ。使い果たし、もうな差し迫ってなくなってる、どんどん時間なくなってる。とか、あのその当時その過去進行形やから。そう。もう時間ないな。まだ時間は終わってはないけど、どんどん時間が終わりの時間が迫ってる。この前もそんなんあったな、なんか。うん、この間もあった。何だっけ？レイシン、time is racing ってのがあったよね。それと似てるから。Swiss time was running out. Running out ってのはほんまあのサッカーとかでさ、ゲームで最後試合でもあと 何秒しかありませんみたいな、そんな time is running out。Running out ってのね。So Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race.、これも race と place があの韻を踏んでんやけど、まあだからまあどうしようもなかったとか私書いたけど、要するになんかもうあのあもう、ま、負けそうになったっていうか、負けそうになった、諦めそうになったって感じだ。レースを失うってことやな。だからそう、もうこのレースって特にあの本当に競争とかしてるわけじゃないけど、あのなんか一生懸命人生ゲームに負けそうになってる感じ、このスケジュールに負けそうになってる感じ、スケジュールに負けそうになってる、もうちょっと諦めかけてるみたいな、そう諦めかけてる感じ、なんかそんな風に見えたって感じ、あもうこれは諦めよっかなって感じやったっていう、そっか、うん、でそこでまたスモーコンだ終わる、そう、スミス非常に煙が、おもう日がもうゴーゴーと思う、もうそうまあまあでもこれ差し迫った感じがするね。なんかそう面白いよね。うん。地上には煙が、空には炎がっていうふうに。で3番ですね。We ended up at the Grand Hotel。このグランドホテルっていうのがその市内にあったんかな？でカジノを離れて、もう燃え尽きたカジノを離れて、グランドホテルっていうところに行って、グランドホテル。It was empty, cold, and bare. もう何もなくて寒くて、本当何もないと。そう、とうとうたどり着いたって感じだね、エンドアップ。そこに行き着いた、結果的にそうなったって感じだな。感じやな。このさ、昔このアップが使い方がなんでここにアップ入んのって、あの英語の先生聞いたことあるね。うん、ほうほう。でもなんかよく使うし、だからそのある先生がすごい言ってくれたのは、あの、なんかゴーダウンとか言うやん、ゴーダウンストリートっていうやん、なんでダウン使うのって言ったら、あの人間のこうどんどんダウンしていくやん、頭の位置がこう遠くに行くとさ、ちっちゃく見えてくる、あイメージな、こうそうこうダウンなんやって、はい、だからそのイメージから来てるんやって言われて、アップは逆でこう向かっていくとホテルがアップするやんみたいな、あエンドアップやからとうとう、はいはい、最後にその、まあ、こうグランドホテルのところにたどり着いた感じがするやん、だからアップ使うんやでって言われたけど、なるほどな、イメージ的に、It was empty, cold, and bare. だからこのホテルには何もなくて、あもうエンプティー、空っぽで、bare もほとんどエンプティーと似たようなもんやな。bare はこの最後の making a music there と韻を踏んで、bare と韻踏んだに bare を。そう。bare ってあんま聞こへんけど、よく使う。barefoot なんか裸足のことを barefoot って言ったりするよね。なんか何もない感じ、骨組みだけとかさ。まあ、そんなことはホテルそんなことないけど、まあだからあんまり。ものがない感じ。ものがない感じがするの、ベアっていうね。But with the rolling truck stones thing just outside。これもだからこの歌詞だけ読んだらどういうこっちゃって思うねんけど、その、なんか文献を読んだら、そうやな。あの、ローリングストーンズってバンドの機材のトラックがすぐホテルの外にあって、それを使わせてもらって、でレコーディングが可能になったと。はい。これローリングストーンズの合間にトラック入れんねんな。すごいな。そうやな。ローリングトラックストーンズ thing。なんかこう言葉遊びみたいなのやな。はい。ではなんか普通やったらローリングストーンズトラックって言いそうなもの。そうやな。And thing いちいちいらんしみたいな。ローリングストーンズトラック just outside でいいけどこうなんとか thing みたいな。
ジャスト、なんかそんなやつ、そんなやつがなんかロレンソンのちょうど外にあってみたいな感じやな。そうそうやつ、そうそう、機材みたいなやつがあってみたいな。メイキング・オブ・ミュージックで、あ、なるほど、これでレコーディングのイメージなんでな。そう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 、メイキング・サードバースで、うん、3回、3つ目のバースでレコーディングたどり着いた。あ、なるほど。ほんで、その 3番目のバースで、さらにそのレコーディングの様子を語ってて、うん、With a few red lights and a few old beds. これどういうことやねんけど、うん、なんかあのホテル、a few red lights っていうのは赤い明かりがいくつかある、うん、and a few old beds、 ベッドが、マットレスとかがいくつかある、うん、なんでかっていうと、ホテルのなんかすごい明かりが明るかったよ、ね、だからそのあんまりなんだろう感じが出ないのかな。あでも演奏する時ってそれは明るいとやる気、そうそうそうね、赤いランプに変えていくつかをちょっと暗くしたんやろうな。で、あとはあの音がすごいバウンスするから、あ、それであの要は、ね、それでマットレスとかをこうあちこち置いて、あ、そういうことか。そう、それでレコーディングできるようにしてAnd we make a place to sweat. これだからその場所を使えるようにして、うん、make a place sweat. なんかこうかっこいい言い方だけど、要するに場所を作り上げて、そこでやあのレコーディングしてたってことを言いたいな。スウェット使うのこれ。スウェット。なんかあの汗かくんやけど、要するに働く感じ。よう働く感じ。そうそうそう。だから、あ、なんとそこのホテルがレコーディングルームとして機能したって。そうだよな。要はメーカープレイスやから場所作った、その要は仕事するための場所作ったみたいな感じ。そう、make a place to sweat。だからそれをちゃんと機能するように。できたってことね。No matter what we get out of this, この事実からどう、うん、結果的に何が起ころうと思う。うん、I know we'll never forget. ここ今日のこの事実は、今日起こったことは一生忘れんねんやろうみたいな。これをいろんな会場で熱唱してるわけやな。よっぽどショッキングやったね。いや、まさか売れると思ってなくて作った。そうやろうね、きっとね。こういう結果って、結果的にはもう歴史的な大ヒットになったんやけどね。まあ要はこれは売れんかもしれんけどぐらいの感じの、そう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 、おまけの曲やったからね。No matter what we get out of this、うん、あんまり期待してなかった。多分この曲が売れるかどうか期待して、それが多分一番のヒット曲。そうてか、あの世界的にもあの一番よく知られるロックンロールのどんなギター小僧も知っているみたいな、そういうことになったって書いてある。そんな感じですね。というわけで、これは俺も一番は知っとったけど、全部は調べたことなかったわ。あ、面白いな、うん、これは面白い歌詞やね。でもその差し迫った感じとかもよく出てくるし、うん、あのこの皮肉にもこの歌詞が世界ヒットしたっていうのはめっちゃ面白いな。そうね、フランク・ザッパもこれに名前挙げてもらってよかったねみたいな。まあでもこの当時はだってフランク・ザッパの方が有名やったんちゃう。ああ、確かにそうやね。まあフランク・ザッパが一番いい場所でやってたっていう実は、確かにメインアクトやったからね、この時もね。ザッパめちゃくちゃなんか日本ではあんまり、だから日本は本当マニアな人だけが持ってるんやけど、うん、ザッパはやっぱ歌詞が特殊で、やっぱりちょっとこうなんていうかな、もうあの下ネタかその社会批判かどっちかがめちゃくちゃ多くて、だからそういう感じやったから、こうショーとかも結構えぐくて、だからその若い子たちがむしろ熱狂してた、その時期の多分タイミングにあったんやろね。今あったとしても熱狂する感じじゃないような気がする、ね、世の中に向けられへんかどうかわからね、今やったね。そう70年代っていう時代がすごいよね。なんかすごい、まあ、この当時のすごいなんかムーブメントやったのね、これ、まあ、すごい。ローリングストーンズまで出てきてるんや、これ。そうそうか、やっぱり
すごい時代やったな。でもこれはでもっとやっぱりレコーディング今みたいにその簡単にできへんから機材とかも結構大変な機材が必要やったんちゃう。まあね、そうやね、うん、今なんかこうやってほんまここでも2人で正直できる、だからレコーディング紹介ぐらいでもできるのにな。そうそんなんじゃないもんな。そんなんじゃないもんな。ほんまにあのほんまに切羽詰まってたよねきっとね、うん、でなんかあの楽器パートだけ先取ってボーカルパート後でつけたって書いてあったよ。あ、そうなんや。翌日に、うんうん、その当時はやっぱり同時にやってるもんやもんね。考えると、うん、ボーカルパートとか、うん、だからよっぽど準備してへんかったって感じでもっとそのダッ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 ダのリフもなんかよく演奏してた、もうジャムセッション自分たちのセッションでよくやるみたいな、うん、たまたま弾いただけでだから そんなにこう練って作ったんじゃなくて、そうそう、特感特感でやったらみたいな感じなんやろな。それがあの誰しもがドラマ始めたチキ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 チもうこれは大ヒットするから絶対入れろみたいなで懇願してやっとやっぱり入れることになったっていう、うん、あ、そうなんや。だから取って作っては置いたけどもう、うん、まあ、最後に入れるつもりやけど、まあ、こんな大したことないやつやしみたいなので、うん、あの先行にも漏れそうになったところ、いやこれは入れるべきやって言った人がいんねん。誰言ったっけ、後で調べてここどっか来て。ああ、そうなんや、すごいな、うん、だってそれだって音楽史を変えるぐらいのことや。そうそれの人の一言がなかったら入ってへんっていう。そうなんや。じゃあ先行漏れするような感じの曲が世界の音楽界を変えていった。すごいな、面白い。いやでもこの前の私なんかテレビでなんかウルフルズの番組なんか見てたら、うん、同じことを言ってはった。なんか、ガッツだぜができる、あの様子をお話ししてはって、うん、なんかその曲の選考会で、うん、その当時はすごいなんかバラードチックな、うん、あのポップスがすごい流行ってたから一生懸命いっぱい作っていって、うん、でね、6曲がそれぐらいみんなにその選考会でそのプロデューサーの人たちのに聞いてもらったら、うん、みんな全然あかんくて、うん、一番最後にもう本当にあのカセットテープにおまけって書いてるらしいんやけど、おまけって書いてるやつがガッツだぜやって。そうなんや。それがでもあのそれを聞いた途端にみんながそわそわして、これは売れるってなったらしい。なんかそれとなんか似たような。あ、もう一個あるんだよ、あのあれなんかパフュームのさ、ポリリズムあるやん。あれも先行漏れしてたよね。そうなんや。で、あの中田泰孝さんがこれあの、うん、要はなんかな、音飛びしてるみたいに聞こえると、あの楽員会でな、ポリリズム、ポリリズム、みんなあのレコードじゃない時代やけど、あれ CD が飛んだりとか、 CD 飛んだんちゃうかってなって大変になるから、問い合わせとかも増えるやろから、この曲外そうって言ってたんやけど、中田泰孝さんがやっぱりこれは今本当にこうやってやってて、あれ結構ね、あの俺はすごく名曲やと思ってて、あれポリリズムでずれていくんやけど、うん、あの歌詞もそのずれてって最後一緒になるねっていう意味があってめっちゃ面白いんやけど、またそれやりたいと思います。まあ、あれもだからあのもういや Perfume のもうヒット作やん。だってカーズ2のエンディングテーマになってるからな、ディズニーのエンディングテーマにまで日本人が起用されてるってことやったからさ、すごい空前の大ヒットやけど、それは先行漏れしそうなってたよな、考えたら。いや、意外な側面で、そういうところにヒットが隠されてんねんね。はい、そういう狙っていかへんところにあるんで。そうなんやな、多分な、こんなん売れへんでと思ったやつが売れたりするねんな。まあそういうことで一個一個丁寧にやっていかなあかんなということでございます。はい、それでは、今回は以上になります。はい、深尾大佳さんでした。はい、ありがとうございました。